はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう、スクスタというわけでスクールギアルストライカーズの実況をしていきたいと思います。あ、メッセージ来てますね。後でお返しさせていただきます。あ、さとかちゃん、今のは不可抗力事故です。で、メンテがあるよと、3月29日15時から、19時の間まで、ということですね。はい、まあ協力戦ね、お疲れ様でしたということです。なのです。で、こちらですね、終了しました。皆さんお疲れ様でした。まあなんだかんだで結構頑張れたかなと私は思っております。今回はね。うん。で、これですね、確定ガチャ券もろもろが29日から4月9日までですね。んで、引き換え券の使用期限が、無限になりました。これはまあ私が始めた頃にはもうなってた感じですね。うん、ありがたいでございますね。で、ボックス券の使用期限が、グリッドギャールが、明日までなんで、やっとかないとですね。うん、で、そう、これね、これもね、4月9日まで、多分私でもしかしたら前回本当スクラッチし損ねたかもしれないんで、これね、しっかりやっていかないとね、もったいないんでね。うん、はい、でもまあ EXR 確定ガチャ補助券と言われる確定ガチャ補助券は有効交換期限はないんで、しっかり貯めていきましょうってことですね。さあ、とりあえず私確定ガチャ券に交換はするんですけど、まあさとかちゃんのやつがね、来るまではちょっと待とうかなみたいな思ってますっていう感じでございますね。で、あとは、とりあえずもらうもんもらいますよ。称号獲得です。わあ、6500。あー、これ間があるんだっけ、下げ付き何位だったんだろうね。まあそれは後で。わーい、あ、7枚になった。リライター、やった。グリッドギャルもまた SR ガチャ券、リアガチャ券やりましたね。まあでもランキング見れるんだろうけど、まあいいでしょう。あの、後でっていうか朝になったら発表が来るんでね。そして、あ弱くなりましたね。また弱くなっちゃいましたね。しょうがないですね。まあちょっと強かったんですけどね。イベント期間中はなかなか強かったんですが。で、あれ、取り込みもしかしたらまだかな。まだ？あ、来てますよね。じゃあやりますか。断捨離。断捨離。もう一回逃がします。ごめんね。あ、違う。断捨離ですよ。これ結構ね、私ね、楽しみなんですよね。あの、ね、チーム編成ですか。これね、お別れするのはちょっと忍びないんですけど、あ、仕方がないですね。すいません。結構眠いですね。そんなことに。ちなみになんだけど、あ、でも性能高いんだ。いや、でもな、強化ポイント欲しいからな。収束してるからかな。どっちが強いこれと。ああ、まあ、どっこいか。なるほど。まあ、うん。やむを得ないかな。で、いつみさんのこれも、レインボーブラスターね。これもお別れしましょう。まあ、あと着脱は後でやっとこうなってか、でも。あとあと忘れそうだから怖いんだよな。そういうことだよね。まあ、いつみさんも、誰でごめんなさい、僕はサブメモかはないけど。あれ、てか俺、ロッティのサブメモかずっとなしてやってたのかな、イベント中。あ、違う。あ、なんでもないです。さとかちゃんはつけてたのか。そういうことですね。てっすよね。っていうことにしておきましょう。何でさ、はるかちゃんって、結構メモかそうってたのね。割と悪くないスペックじゃない。ロッティはね、まだね、マックスじゃないですね。これはね、ね、あと1レベルだったんだけどね。フル強化して、ロッティをね、メインキャラにしていきましょう。誰抜くかだよね。結構、まあでもロッティもお気に入りキャラだから全然嬉しいんですけどね。というわけで、まあこれで一回 OK にして、じゃあ、断捨離しますか。断捨離。さあ、どのぐらいになるかな。1961ね。まずこの辺のノーマルメモカをバシバシセットして食べていく。216。まあこの辺はね。
で、ハイノーマル。あ、レアも入ってるね。まあまあ。はい。いってらっしゃいませ。プラス1万2000。これも1万2000なんだ。1万2000。そんなもらえんだ。で、レアもこれね。このシリーズ。あ、こっち安いな。あれ、さっきもしかしたらあれかな。特攻メモが入ってた。まあまあまあ。1395。で、いってらっしゃい。135。で、いって。で、36枚セット。この間のやつですね。で、結構種類あるな。あー、で、メイドね、多分、やってたやつね。いっちゃいますか。この3、まずレア軍団65637。どうしようかな。ちょっと待ってね。収束でもできないんですよね。幻突は済みだから。でもレベル50だもんね。本当はね、収束とかもすると美味しいんでしょうけどね。まあプラ8プラ9プラ18。まあ現状できないんで、これはこれでいきますか。で、さとかちゃんのとこがどこだ。あった、ボーナスが作って、ラストディフューザー、お世話になりました。いってらっしゃい。2767か。いけ、いっちゃいましたね。20万と。あ、でもまあこんなのかな。前回もこんな感じでしたね、確かね。まあ本当だから、もっと幻突とかもするといいのかもしれないですけど、悩ましいですよね。まあ私としてもね、結構悩んでて、割と SR のまだメモ化強化全然終わってなくて、だからそっちの幻突も使いたいんですけど、多分そろそろね、UR とかが、射程圏内というかなってきたと思うんで、やっぱこの SR 限突回路20個貯めて UR 限突回路に変えるべきなのか否か。ここですよね。これは今後の課題になってくるんじゃないかなと思われます。で、あとが、いろんなガチャがあるですね。まあ、レアガチャとか、あ、レアガチャどうしようかな。ソリじゃないんだよな。ソリじゃないんだよね。あ、でも今取り込めるからやっちゃおっか。なんなら取り込んじゃえば読むね。弱い。この変換していきますか。多分 SR メモかもいずれ食べることになるのかな。まだちょっと全員分揃ってもいないからね。危ない危ない。連打する。これ連打したらやばいよ。だから最後に3000ないから大丈夫。で、これも槍の SR が何か出ますよ。ダブったかな。はい、ダブった。まあ、収束するのはいいことよね。ほんで、グリッドガールが23。頑張りましたね。いつもだいたい10いくつだからね。15、6とかだったかな。まあ、外がちゃん出たよ。よし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 。よーしよしよし。まあ、フルコンパはできないけど、まあ、だいぶね、これで、いい感じになるんじゃないかな。はい。というわけで。ほんで、あとが、6回分。まあ、嘘でも聞いとく？
と嘘でもあるんですけど。で、コース吹くべき、これが悩ましいですね。ちょっと回したいんだけどね。まあまだ31日までからね、もうちょっとだけ我慢しようか。忘れそうだけど。で、あとが交換所？買い物ですね。あ、まだか。うん？ほんと？これそうだよね。これが、うん。ヘルヤーダイヤでしょ？あれ？買い物ですね。じゃなくて？あれ、まだ出てきてないんだっけ？いろんなガチャがあるんですね。29日から？かな？うん。じゃあ、交換はまだかな？はい、というわけでね、イベント、プレゼンお疲れ様でした、3月。ね、4月もね、頑張ってやっていきましょう。ということで、まあ、多分ね、間はまた、ね、どんどんね、いろいろとね、やる気なかったことをいっぱいやっていこうかなと。エデルのランドやったりとか、うん。まあ、お触りしたりとか、お遊びしたりとかね。おう、おい、あんまり聞こえなかった。うん。というわけでね、引き続き楽しんでいきたいと思います。お疲れ様でした。バイバイです。